名古屋千種区にある中小企業振興センターの申請窓口には今朝から企業の担当者100人以上が訪れイベントの中止が相次ぎ売り上げが落ちているなどの相談が寄せられました政府は新型コロナウイルスの感染拡大で経営に影響が出ている中小企業について借入金のすべてや一部を保証する制度の対象としています リーマンショック以来のことかと思っておりますので、昨日は130件ぐらいの方がです、ね、申請に訪れております材料止まってますんで、売り上げ30%近く、だいたい下がってる状態ですね5月、6月ぐらいまで、まあ、ちょっと危ないんかなというふうには考えております申請は千種区の中小企業振興センターで受け付けています。